はい、ガロステの文字合い配信今テストでしてるんですけども、ワンピー側、前でずっと勝ってるのがですね、今日関西から仕事の都合でねちょっと遊びに来た、R9 さんっていうね関西の最強プレイヤー、関西のドン、狩猟って書いてカッコドンですって読むね R9 さんという方がいます。YouTube なんかでね、今でもちょっと Twitter とかで言ってる人いますけど、タッチブレイクの動画とかね作って、本当かどうかはね、嘘かわからないようなタッチブレイク講座みたいなやつを解説動画上げてるヘナさんという人ですね。あの人と同じ人です。ヘナさん、アルナイさんという人ですね。で、あの人ダッピ以外にもマイとかローレンスとか使うんですけども、まあ、そのマイが今こう無双状態で、俺も今ビリで2回ぐらい殺されましたね。今キムでやってるのがシンゴさんです。はい、ミカド勢も今獅子類々となっていますね。もう4連勝してますという感じ。お、何ジョニキ見てんの、死ぬ仮面さん、なんでやの、まあ、死ぬ仮面だけど。あ、そんなこんなでね、もう前に2連敗とかしてもうテンション下がってますね。そう、うめえな今の。ということで5連勝。お、赤間さんやる、もう飲みに来たはずがガロスペをやっている赤間さん、みんな飲みに行かねえんだよっつって。赤間さん、これはね R9 対赤間という、夢の対決がまさか2015年高田のババゲーセン帝で実現というね、 J ゲーム勢的には熱い対戦。 R9 さんもまさか赤間さんがいると思ってないから、え、マジでって今ね感じの反応でしたけど、ピザ屋さん、ピザ屋さんって誰やろ。ああ、上になんかあれね、コメントアットなんてなってね、はいはいはい、娘さんの名前がホニャララのね、ピザ屋さん、ピザ屋さんね。さあ、同級生勢対同級生2勢のね夢の対決も気になるところですけども、今日はねこの J ゲーム的に夢の対決なかなかないよこれね。今でも記録残ってんのかな、なんか昔のね2001年とか2年とか2000年くらいかな、 J ゲームでねタッグ大会とかやってましたけどね。当時ガキでスーパーファミコンでしかやれなかった。そうですね、もうでスーパーファミコンでやってガロフテ嫌いになるんですよね、知ってますそういう人。もう友達ん家でねおごろすて買ったっていうからやってね、おマジかっつってやりに行って、もうやらないってこき下ろして帰ってきましたから、ね、ひどい話ですよ。
かね。なんかガロー2はね、俺まあゲーセンでそんなやってなかったのもあって、ガロー2のスーファミの移植は、あーやっちゃった今。もうスラ出した瞬間に叫んだね。やばい。10連勝したらできんだよ。9でやめる。いやしかし強いな、なんかな、やっぱ久しぶりにやってるのかと思ったら結構やってるような動きでなかなかいいですね。そうですね、今普通にこう対戦待ち状態だな。実はね、もう一個の台でもね、あのトラさん対ボムさんが延々となんかベア対チンでずっとやってるみたいな。そうトラさんいるんだよさっきからずっと。実はね隣で9号やったりショサムやったりしてるんだけどね。結構すごいよこれ。プレイ1プレイいくら、ね、50円だよ。10円とかじゃないです。10円って何でしょうね。そんなゲーセンがあるのかっていう、そんなバカな話があるかって。維持費がもう取れないっていう。ずっと動き続けても電気代でやばいんじゃないかって話がありますからね。今マイクで入ったかどうか分かんないですけど、まあ、個人の感想っていうか、まあね、そりゃそうだよね。言えますよそれ。そんなこんなでね、はいはい、やっていきますけど、多分入って微妙に。そうガロスクを置いてあるゲーセン意外とね多いんですよね。ありがたいことですね。もうちょっとおおそうですね、地上のバックスはね投げられちゃうからね。前はねガロボーは死にました。基本いないと思うんだよね。あまあ俺はガロボーですけどね。何人かガロボー、あ、そっちのガロボーのこと？あ、ガロボーですよ、僕は。何人かガロボーさんいるんでね、あの、どのガロボーさんかちょっと指定してくださいね。何人か、2人しかいねえんじゃねえかっていう。概念、そうですね。ガロボーという概念ですよ。このカチャンみたいな。あんまり適当なこと言うとね、窓かまにかけるのも来たんだけどね。おー、返した。やる。リバプールの風になりました、そうですね。いいじゃん、アルナイさんガンガンやっちゃえば、ミカド勢の洗礼を受ければいいじゃん。せっかくだし俺とシンゴさんがやってもしょうがない。いつでもやれるから。前のバックダッシュはね結構距離がね一気に離れるんでね、あの飛ばして落とすモードに入りたいときはありなんだけど、あの地上判定なんでね、だからあの地上の投げ食らっちゃったり、例えばダッシュ2本とかをかわせなかったりするんで、まあその辺は一長一短というかありますね。アクセル使いのガロボーさんはいませんね。多分朝にいたと思うんですけど、むつみさんはガロボーさんじゃない気もするんだけど。さあこのダックは、あれですね、アルナイさんがまた入りましたね。さあみんな大好きタッチブレイク、これさっき超食らったからね。やっぱね実戦で普通にタッチブレイクをしっかり狙ってくるとかね、その下 D キャ、カラキャンの間合いをしっかり伸ばしてやるっていうのをね、そのなんだろう、それをひたすら狙いまくって当たったとか出たとかじゃなくて流れで使ってくるんで、やっぱすごいですね、その辺がね。対戦の、まあ、生きた流れで使ってくると、その辺を実戦投入してくると。おっと今来ましたね、今のタッチブレイクですね。ジャンプでめくった後に一瞬待ってタッチブレイク。ああいうのね、たまにこう、いやジャンプ中に仕込んだんでしょっていう人もねいるんですけど、あれは今ギリギリ仕込めないタイミングですね。お、なんか2が揃ってる、すごいぞ。どうでもいいっていう、2が揃ってると。やべえな、あれなんか強えな、面白いよ。お、1個5になったぞ、分かりづらい。めくってすげえな、今一歩歩いて下 B、D でもう台のため完成してんのか。
あと、肩のブレーキ狙ったけどね、ちょっとキャンセルで。狙ってくるね。あー、今も狙ったんだけどね。ちょっと入力途中で若干で割られちゃったね。はい。そういえば全然関係ない宣伝をちょっとしますけども、第2回のですね、ミカド大感謝祭が6月の7日の、日曜日に決まりました。で今ね、その出展する方、筐体借りたい方を募集してるんですね。あとまだ20台くらいかな、もう25、6台は埋まったんですよ実は。ですけどまだ20台くらいあるのでね、もしもそのこのゲームやりたいと、このゲームでみんなで遊んでほしいというのがありましたらですね、ツイッターの私のアカウントで、おーっと弱足放射で座れちゃうよね。はい、ということでね、そんな感じで今募集してますので、よかったら、ツイッターの私のアカウントの方までよろしくお願いしますと。ガロンボーさんのアカウントに行ったらわけわかんなくなるね。俺のアカウントに来てくださいね。俺のガロンボーさんもうわかんない。この開幕大スズメっていう変なアカウントがあるんでね、ぜひ来てください。え？ああ。どうしました？あ、でも倍額だったらありなんですね、マッスルボム。倍額でありだったらちょっとありかもしれないですよ。TKO さん。あ、ティケさん、聞けばよかったな。ハンター出してくれんのみたいな。反射効果。そうね、このダックステージはちょっとね、今だと出せない感じですよね、これね。赤く光るときあるんですね、特に開幕が。画面全体が赤と白で点滅するんで結構危険なんですよ。あー、死んだか。安い。あー、でもコンボ安い。まあね、キム相手にあのコンボ結構ね難しいんだよね、間合いの関係で。キムね、あのクソキャラなんで、あのちょっとコンボ入りづらいんですね。特にあのエントリー B で締めてキャンセルね、膝で行こうと思ったら遠距離の2姉妹の関係であんまり近距離になっちゃうっていうね、変なことがあるんです。あー、狙ってたね今ね。お、すごい珍しい、赤間さんがやる気だね。ダックだしね、相手がね、キムとかじゃないから。パジブレイクすごいよね、すごい。それ問題がある、普通のブレイクすら出ない問題がある。アルナイさんね、結構やってんの最近も。全然やってない、ふざけんなよお前。全然やってないのに前でコロコロしやがって。さっきのは D からキャンですね。下 D からキャンすることによって、ちょっとだけ前に動くんで、それで間合いの外から一瞬、ね、まあ、何度とかですけど間合いの中に入ってスーっていうテクニックですね。ちなみに普通にあのブレイクスパイラル のヨガフレ斜め上下ってやつね、ヨガフレ部分入力中途中で D を押しちゃうと、入力の関係上ニードルローからキャンになっちゃうんですよ。下 D からキャンニードルローなので、その事前にですね、上まで回しておいて、下と同時に D、BC ってずらし押しやんないとあれはできませんという感じになってます。ですので、普通の固めブレイクスパイラルと同じで、ジャックパンとか当ててる最中にぐるっと回して、下と同時に、まあ、斜め下の方がいいですね。一瞬でも歩けるかもしれないんで、斜め下と、D、BC とずらし押しする必要がありますね。ちょっとボックス配置だと難しいかもしれないですね、 D からキャンは。アルナイさんはまあ関西の方なんで、いわゆる栄養値配置でやってるんで、その辺はやりやすいかもしれません。意外とガロスで盛り上がったね、ありがたいですね。なんかすげえ疲れてる。全然ゲーセン行ってないんでしょ。噂によると子供生まれたんでしょ。
おめでとうございます。おめでとうございます。男の子？女の子？名前は？言わねえよって。名前なんて言うの？じゃピザ屋さんの子供の名前教えるから教えて。問題があるでしょ。自分の娘にね、同級生のゲームの同級生で好きだったキャラの名前つけるってすごいですよね。なかなか。あ、彼じゃないですけど。そういう方が知人にいるんですけど、なかなかすごいですね。マコっていうらしいんですけど、アコだ。あ、それその感じ、その感じ、多分緑色のスーツ着てる。あ、そう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 、という噂を聞きました。そうそう、薬局の人、そういう説が、そういう人が名前つけた人がいる。まあ、俺だったらね、男の子が生まれたらビリってするようなもんですからね。なかなかですよ、本当に。女の子リリーいいですね。そうしましょうか。対戦してるのは今 R9 さんのダック対慎吾さんのキムですね。で奥ではトラさんと、あ、ボムさんがもう対戦終わってる。トラさんに文句言いに行ってますね。ボムさんがふざけんなっつって。さっきの名前嫌です。よさくなんて名前はもうすごいよね。何十区なのかわからないよね。男だったら天神、女だったらよさく、意味がわかんないですね。天神もなかなかすごい名前ですよね。お、やる、俺やる、俺やる。
スズメ出なかったんだけど、
垂直ジャンプとかなったんだけど。終わったから帰ってきました。ということでね、ビリーダックはダック有利ということでね、はい。なわけねえだろっていうね。強いよアルナイサのダックは相当強い。もう日本三大ダックぐらい。のね、頂点付近で落とすようにするのと、あと焼却出しちゃうとあれに当たるんですね。今シーナさん側が大キック出してたから、それで上から潰すようになってましたけども、そういう狙いがあると。あ、今絶対あの焼却を立ちブレークしようとして今間違えましたね。終わった。もう連呼連呼、日本三大ダック誰だろう。日本さんだね、やっぱタッチブレイクの七階君が鉄板じゃん。手羽先さんはそう、総合力ナンバーワンだよ。で、差し合いはグッピーさん、差し合いグッピーさんがやばい。じゃあ結局アルナイさん入ってねえじゃねえかっていう。あれっていう、三大ダックを上げてみたらいなかったという、これ衝撃の事実がありました、ね。ね、グッピーさんも今ちょっとなかなかできないし、シカニクはもう全然多分やってないだろうからね、なかなかあれですけど。そうね、ダック四天王とかになってくると間違いないと。お、ミスった。あー、踏んだね。あ、ちなみにこのローレンスもアルナイさんですよ。さあアルナイさんね、本当にね、ローレンスも強いんだよね。反射神経っていうかね、まあ、当て身はね、どうしてもコマンドの関係上ね、反射神経だけでもどうしようもない部分があるんで、やっぱね、ギースのポイントとしてはその、まあ、当て身の置きどころですよね。そのどれだけリスクとリターンの、その釣り合いの取れたところで当て身を置いておくかっていうとこですね。まあ、そもそも当て身じゃなくて、おっと、下へですね、あれを吸いましたね。まあ、ギースに関してはね、本当、酒とか親しい対空と、コンビでいろいろとやって、まあ、技出してくるところに当て身を置いておくと。で、まあ、当て身が仮にスカッたとしても、大体そういう間合いって、当て身がスカッたってことは、相手がね、結構技出してないってこととイコールなんで、まあ、下段とかはね、もちろんあれですけど。別ですけども、なんでまあほぼほぼリスクがないで、その上で手出したらやれるという状況をうまいこと作るっていうのが一つポイントになってきますね。まあ、リーチの長いやつ技を持っている、通常技を持っているキャラに限定した立ち回りですけど、そういう感じになってます。で、まあそれ以外のキャラにはあんまりそもそもその当て身を振らないというのは一つありますね。で、まあその上で当て身を決めた後の、まあ、置き攻め、最低でも烈風剣をかぶせるとか、そういうのをやっていけば結構ですね、当て身のやっぱプレッシャーっていうのがありますので、ね、あれ1秒ですから、おーっと強引に下足入れ込んでったね。ん、サブのダックの空中弾、あ、バックステス、バックステ。当て身はね、斜め上までって、いわゆるインストですか、あれには書いてあるんですけども、実際はヨガフレで出ます。そうですね、空中投げ、バックスト狩られたんですけども、まあ、あれはその上でやるかどうかの駆け引きがあったりして、実際ね、1回あったんですけども、その前のラウンドかな、空中投げ、まあ、あれ入れ込んでるんで、それを、まあ、見越してというか、ジャンプの仕掛かりに起き上がりの超火炎で燃えるという場面もありましたね。なんで、まあ、万能ではないです。
まあ、そもそもじっとしてるっていうのがありなんですけど、じっとしてればね、あのブレイクストームですか、あれでまあ削りとかもあるんで、まあ、体力が残り少ないとかなり難しいですね。その難しいというか、まあ、体力が少ない状態で転ばされてるんだから、まあ、もちろんね大変な状況なんですけども、そこをまあ遺憾なく発揮するというか、いい感じで、そのリスクを負わせていくという立ち回りをアルナイさんがしているという感じです。おお、相打ちから行ったけど、サーベルだったら繋がってたね。あれ最近のね研究の成果で分かったんだけど、白客ガードのカッターがほぼほぼ半角らしい。カッター、ブラディカッター、びっくりするよね。ごくまれに当たんないときはね、基本的に当たる。だしゃがみガードした後ブワーって飛んでいくとね、すごいよ、当たるよ、いいよね、うん、俺と GRI の秘密研究の結果が明らかになった。え、言っちゃった。聞かれたら言うんだけど、ね、ネオジロ君とかにも教えたし。まあ、ローレンスは辛いですね。攻撃客連発されただけは何もできないというね、素晴らしい研究成果が上がってますからね。まあ、ちょっとでもね、間をのつなぎにすると今みたくね、バックジャンプで返されたりするんですけども、まあなかなかね難しいですよ。しょうがないね。こういうゲームですね。キム相手にローレンスで入る方が悪いっていうね。しょうがない、そういうことはある。さて攻撃遅いね、ローレンスはね。まあでもね、遅いなら遅いなりに、まあ遅いというか、まあ特性は、ね、あるんで、ギンスみたいなね対空とかそういう使い方はできないんですけども、飛び道具避けたりとか、そういうのは結構安定してできる酒ではあるんでね、まあ弱いことには変わらないんですけど、まあ、まあ、その何々、まあ、こういう使い方ができないから弱いっていうのではなくて、まあ、別の使い方を探してみるのもまあいいかもしれないですね。まあ、その上で弱いんですけど、ローレンスは。はい、ほらザコさんじゃん、まあ、関西最強の。おと言いつつ、こうトラさんが乱入で、トラさん対シンゴさんっての帝でやれって、ここ帝だっていう、そういう、あ、ラムトで負けてんの、これはもう復讐するしかない。ベアはね、それ分からん殺しみたいなのやっぱあるからね、特にキムはね、意外とあるんですよ、やれちゃうんですよね。テイト、エサクのあたりがね、いやー、キムつらいって、うるせえバカっていう、ね、そんなわけねえだろっていう、これね、結構ね、分かりやすくね、そのキム対策というのがあるのがですね、キム結構、飛翔客がバンバン出してくると思うんですけども、飛翔客ガードした後に、スパドロが半角なんですね、すごいいっぱい溜まってるやつ。結構やってんじゃん、トラさん身を持って、いや結構食らってない。まあそんなのもねありつつね、だからもう不用意に出すって、あーっつってこうなんか7割くらい吹っ飛ぶのを何度も見たっていうね。いや最初やられた時ビビりましたよね、あれね、マジかと思って。誰が最初にやったの、トラさんにやられたの覚えてんだけど。いやーキム強えな、もうたまに思うよね、キムすげえ強えなこのゲームって。さてさて、まあね、ベア弱いと言って、ベアも結構なクソ技いっぱい持ってるんでね、例えばあのタックルとかね、あの下段以外、判定がない完全無敵プラス出がかりは全身無敵、まあ、結構なクソ技ですね。で今のも透かしてガードモーション取らして投げる、完全なクソハネが成立してます。ダイヤシ、キムはダイヤシか弱足か飛燕山しかない。うん、3つもある、確かにテリー弱足しかないですよね。まあパワーウェーブとかゲイザーもあるけど、ゲイザーってまあね当たるけどね、そういうこともあるけどさ、これ3つもあるって確かに贅沢だよ。キム先で返せるんだっけ、タックル、あんま覚えてないな。
引きつけたらいけるか。あんまり使わないもんね。外足か弱足でいいもんね。そうね、弱足からそのまま方脚つないでこうね、タックル出したことを一生後悔させるっていうコンボがあるから。あ、このザコさんがキムで入りましたね。帝名物キム祭りが始まりましたよ。ミカドの人たちはやっぱキムね強いからやっぱ使うのも多いんですけど、マイとかも多いんですよね。結構その辺がマイってね、今まであんまり使う人がいなかったんですよ。結構なんでかなり特殊とあれですけど珍しい環境かなと個人的には思ってます。おー来た、スパドロがどうして投げて、これね難しいんですよね。キム相手にあのスパドル貯めたいとこもあるし、 D 使いたいとこもあるしね。ジャンプ D もあの遠距離 D の、 あのドロップキックですか、あのモーションがやっぱ強いんでね、うん、ですね。おお、やっぱあの間合いが入ってんだよね。あれがギリギリやっぱ間合いに入ってるというのがやっぱ強みですね。でもってジューベイとか、チンとかちょっと投げづらいやつ、アクセルタンモですかはあの辺が投げ前外というね、非常に厳しい。あ、トラさんとやる、いいんじゃない。さあトラさん 1P 対アルナイさん 2P、 夢の対決、何年ぶりかだよね。確かに名古屋で多分ループとかでやったぐらいじゃないの、ずいぶん昔にね。えトラさん久しぶりでしょ、アルナイスね、7年ぶり。あーそんくらいか。関西の最強のやつが来てる。お試し放送今やってるから、じゃあ喋ろうかみたいな感じで喋ってます。超強い。ダクターベアですね。なかなかないですよこの組み合わせ。この2人だとどっちが有利、まあ、ダックがちょっとだけ有利かな。まあでもね、あのベアボンバーとかの精度とかタックル返せるかによって結構変わって、今攪拌だったね、ブレイクスパイラル、もったいねえって聞こえましたけど、まあ、その辺のね精度の問題もあるんですけど、まあ、楽さでいったら普段立ち回りたらダックですね。やっぱあのベアのね勝ちパターンの、 あのいわゆる投げはめですか、端っこに追い詰めてっていう、あれの結構ダックは拒否れるところがあるんで、そこですね。で、あのタックルなんかもあの酒で安定して返せると。ね、ダックはブレスパーね、もう、まあ、使えないある程度、まあ、立ちとかね、そういう固めが 100% 出せるとかそこまではね、ぶっちゃけ必要ないと思うんだけど、ある程度の成功率は欲しいですね。でまあそういう話言い出すと、ベアボンバーはもう完全に標準装備でいかないといけないベアっていうキャラもいるんでね、なかなか難しい。あーっとバックステに刺さった。その辺がねやっぱやりがいにつながっていくのかなと思いますね。実際あの、まあ、この2人両方とも下位キャラではあるんですけども、まあ、弱いキャラなんですけども、この辺同士でねやると結構噛み合うので面白いですね。でじゃあ上位キャラとやるとどうなるのって言ったら大変なことになります、いろいろと。まあでもね全然やれないことはないと思っているので、その辺ですね、まあやれると頑張っていけると。あでも上はきついかな、この2人ともね。ああ最後削ったね、ちょっと間合い外だったから、あれ弱ダイブでもダメだろうからね。あれはザコさんって関西だもんね、もともとはね。あのフェラーリとか行ってた、それ行ってないね、10円ゲーですよね。
クール。ジューベイはでもね、あのダッシュ2本沿いというかロスペックシのクソ技があるからね、あれがやばいですよ。で端っこに追い詰めてもね、あの間合いがそのまま、間合いというかその状況がそのまま端に追い詰めたままになる、あの猫じゃらしね、逆ヨガ、あれも強い。今日はお題目の試合、なんだお題目の試合って、あ、誰々対ガロボー対誰々みたいなやつですね。あれはなんか3ヶ月に1回ぐらいガロボーさんをこう懲らしめるイベントなんでね、なかなか、また夏ぐらいにやりますよ。ガロボーさんのサングラスが似合う頃にまたやりますもうね、一時期あのね、ツイッターで話題になったレイボー、やーる 8B から下 D、カラキャン行きましたね。ね、あのタッチディーンのところにね、いろいろとね、むにゃむにゃすると大変なことになるので気をつけましょうね。まあね、あの下 D カラキャンね、実際実用的なんですけど、そればっか狙うとね、あの、まあ、カラキャン挟んでる分やっぱ一瞬遅いんで、どうしてもそこはあるんですよ。まあ、その分理屈で言ったらね、夜隠れ部分で歩いてからタッチブレッカーもできるんですけども、まあ、息を吸うようにやられるとね、カラキャンなんでやっぱこうガードモーション取るっていうのがあるんで、ちょっと遠い間合いからあれで吸うっていうのがありますね。で言ってるそばから今ちょっとミスりましたね。で今度は下 D カラキャン挟まずに B から吸うと、恐ろしいですね。これ、おー、今、スカッシュブレイクいきました。そうね、ありとあらゆるブレイクスパイラルの、あー、今、超やりそうだったもんね。露骨と思った、今。露骨に前外に着地って。あの、ちょっとね、ちょっとレバー入れてラインドすると、ああいう風にね、前外せるんでね。予測相手には使ってみてくださいね。どっちにしろラインで拒否られますけど。おー、うまいね。大体ね、あのダック使っててね、ライン飛ばしをね、ちょいちょい置いてくるやつはね、もうちょっとやばいダックなんで気をつけた方がいいですよ。あ、ここラインで、さあ、予測の遺伝子は、うわぁ、なげで死んでしまうのか。さあ、雑魚赤くなったぞ。赤くなったキムは怖い。おーっと、危ねえ。今どっちにしろ危ねえじゃねえか。なんで今、あ、死んだか。これはどっか、ギリギリ、あ、死んだ。ザコ勝利おめでとうございますと。いや、今の酒攻撃やばいね。どっちにしろあの飛翔客使って砲客でも死んでたっていうねやばい選択しちゃった今の。これね、立ち A をやろうとしてちょっとミスっちゃったんでしょうかね。立ち A だとね、相打ちでもダメージがちできるんで、まあピオリチはね、もらっちゃうんですけど、そういうのがあるんでね。トラさんのケリー、もう R9 さんと遊ぼう企画でなくなってくると。それはそれで、あれ R9 さん、いつだっけ、明日も来るの。明日は来ない、明日は来ない。で、明後日帰るの。明後日帰っちゃうのか。お、やる。パドル。ベアは、辛い。ベア戦はね、やっぱね、やっぱ一つやっぱあの、スパドロ貯めてるかどうかよく見た方がいいです、マジで。大体ね、飛び込みで D を使ってこなかったら貯めてますB とかできたら貯めてます。あ、見た、なんか見て、雰囲気で。あ、わかんない。わかんないわかんない。うん。あんまね、無理しないのがいいですね。うん。そうそうそう。
パワーチャージいつから導入された3嘘つけ3じゃねえ3じゃねえだろ。嘘つけとか言ってでも怪しいけどね、俺らもね、そんなに強気には言えない。スペシリアスペかリアルバトスペシャルパワーチャージライジンタッコだって あったね。 AB 前 C 後ろ C パワーチャーライジンタッコみたいなやつね。トリプルゲイザーみたいなね。あれほとんどのキャラがあのコマンド同じコンボいけるっていうね。コンボは入れたいけどそうじゃない感が強いリアルバートスペシャル。明朗会若頭からヘナさんお疲れさんって書いてあります。誰でしょうかね若頭。通りさん誰の鉄砲玉がそれがしくんなんだよね。ネオジロ君かもしれない。そう スーピーが入るのは R9。 俺 R9 さんの前に今日まだ1回も勝ってなくて悔しいんだけど、あそうとかってね。前俺さっき2連敗ぐらいして、そう やる。やっぱの相打ちプラスね急死まで持ってくってのがね重要ですね。でもあれを繰り返してると時にピオルのダックの方っていう理不尽さがねチームは魅力ですね。孔明さんの、いや孔明さんはね明朗会組長なんで違いますね。会って言ってんのに組長ですからね。新選組一番隊組長みたいなもんですよ。おっとおい今日狙いすぎなんじゃねえのかそのバックジャンプの。それワンドゥポー強いよ。やべえなぁ R9 さん。今のガロスペのヤング勢、ヤング勢って言い方がもう若くないよね。ヤングアダルトみたいな年の差なんてみたいなね。ヤング勢ってなかなか聞かない。ヤングなんて今ね小野坂雅也のヤングしか聞かないですからね。なかなかねヤング誰が一番若いの。ボムさん 30? 死んだか。あーギリギリ死にましたね。だからね IP 打った時とかにねしゃがんでるやつにも当たる近距離大キック2ヒットキャンセルあのハンゲスさんとかあるんですけど、ダック相手にやると1段目がスカって美味しくないっていうのがあるんでね、しっかりコンボ入れた方がいいですよダックには。誰が一番若いんだろうね、ミカドの中で。ちゃんだけガラスでやってないだろう、ね、今年成人式だったちゃんたち。俺、浜美君って見たことない、見たことない、認識してない。息やった人でしょ、すげえなと思ったけど、あれも二十歳とかじゃなかった、あれもとか言っても顔わかんないもんですよ。そう言ってた、すごいよね。二十歳の時なんてもう J ゲーム行ってるかモア行ってるかだった。 J ゲームそんな行ってないんだけどモア行ってた。大体モアでなんかみんなの対戦見てた。なんか強えなーっつって。こんな放送なんかお試しで適当に喋らせてもらってますけどね、はい。まあ、テスト放送やってるところにたまたまガロスの台で、しかもたまたま関西最強の名を欲しいままにしている今負けたアルマインさんが関西最強とは一体何だったのかっていうね、まあ、たまたま来てたんで、まあ、ちょっと対戦会という感じになってます。さあ 1P 側、ザコさん 2P 側入るのはボムさん。お珍しいねボムさん青いチームじゃないね。ボタン間違えたしょうがないね。あの関西勢栄養中の罠っていうね。ね、後ろにしれったあの画廊伝説とかね書いてある。シーフードチンシンザンとかねありますけど、
なんかこれチーム同キャラで最終ラウンド行くと沈むんだって、あの後ろのやつあったよね、なんかね、残り10秒くらいになるとドカンドカンってあのいっぱいベアボンバーってなって沈んじゃうみたいな。そうそう、ありますよ、シーフードレストラン、新山。そう、もう一個あれだよ、来た人はやらなきゃいけない。でも後ろからのつなぎはミスっちゃうよ、チームはすぐ遠距離になる、ほらそうなんですよ、2、3発目でもうすぐ遠距離になる。あれでね、意外とピヨリからピヨリはなかなかキム いけないという、ああいう時はね、やっぱ金立ち D 挟むか、金立ち D から弱飛炎山に行くか、飛び込みタッチパン、まあ2発くらい入ると思うんでね、2発下 A 立ち C の2ヒット、あるいは 下 A から下 C、逆ハネさんとかにして攻め継続という感じでしょうかね。まあ、攻め継続といつその後弱ハネ引っ放されると大変なことになるんですけど、大変なことっていうか、まあ下手な技重ねるとねやられちゃうんですけども、そこであえてバックステップでダブルアップ狙いというのもできます。さあツッピンゴは10ベース使うのはトラさんですね。意外と盛り上がってます、ガロスペ対戦。これ平日の火曜日なんですけどね、なかなか。雨も降ってるんですけどね、みんな22年前のゲームで何やってんだっていう。ザオさん強えな。これなんでこの隆起がずっとこう最近置いてあるの、このしかも拘束された感じで、誰がこのこれ隆起だよね、誰が隆起持ってきちゃったのこれ。ここでバッティングだね、いいんですけどね、やっぱあの前だととりあえずジャンプでいけるという感じになっちゃうんでね。おっとここはジャンプでは逃げられないけどですね。さあここ半角の大戦で入れて、おうち攻めどうする、あーっと猫だらしはいけなかった、若干ねちょっと間合いがね。さあここあー今ねかなりいい感じの狙いで上に飛ばすためのダッシュ2本いったんですけどね。そうなんでね、上にジャンプして下で待ってたら死亡客で違うところにいるっていう、ね、ほんとあのキムのキムっぽいところがね。はい、2P が入るのがまたアルナインさん。あの弱パンでね死亡客落ちるのがねいいですね。あの弱パンのね肘から先ぐらいあれ暗い判定ないんでね、ペット置いとくと超強いですね。まあね、キムのジャンプ D とかもあの足先全然暗い判定ないんでね、普通なんでね。バンバン振りました、あーっとこれはピオリ確定3ヒット。あの3ヒット食らうとねピオリちゃんが一気に10、6、3、18か18なんでね、一気にピヨっちゃうと。あれでピヨン内のベアとかその辺ぐらいだね。おーっと投げていく、今なんだろう判定あったのかな、あってもね投げられるんだけど、今ちょっと終わり際な気がしましたね若干ね。まあミスってもあのバックジャンプなんでね、特に痛いコンボ食らわないだろうという判断でやったんでしょう。おっとしっかりコンボ決めきった、やる。あ、出た、あーしまわれた、せっかく慎吾さんが50円玉置いて並んだのに。やっぱあのガラスのこの画面のところに置かないとね。ありましたね昭和平成だけどね、まあそういうことありましたよ、ゲーセンでね、すげえ並んでる誰だこいつみたいなね。
コンボが入って、おしゃれコンボ、あれでもおしゃれコンボだけど、しっかりピオリチャー大の外側が減ってるからね、そこだけ気をつけてくださいね。さあ強いですよこのね、アンナイさんはね。疲れた八丁さん、グラツーで心が折れてる。なるほど。あれ、ハットさんグラツー発表会やんの？発表会かなんかでグラツーじゃない。あーなるほどね。分かってるのに死んじゃう。変なコマ入っちゃう。あーチーンは入っちゃうんです。あれ4発いっぱい。チンのね、暗い判定があれなのと、しゃがみくらいとさらにってやつですね。しっかり狙ってきましたね、マニアックコンボですね。シンゴさんの並んでた50円をボムさんが奪ってそのまま席を立つ、新しい、いいですね。93年当時のゲーセンが帰ってまいりました。軽く殺伐そう。お、テリーだ、珍しい。シンゴテリー対 R9 ダック、どうなる。あーっと今しっかりしゃがみで、しゃがみ歩きでバーナックルすかせるアピール入りましたね。でもコンボはできないアピール入りましたね、これね。そうですね、あのバーナックルね、あの狙われてるとあえてしゃがんで食らって、まあ最低でも投げ、下手したらコンボと食らってしまうんでね。で、これはクラックシュートはね、今はまだ大丈夫かな。あのダック赤くなった後にテリーが突進技やったら全部半角で座れるから気をつけてくださいね。全部です、全部半角です。でもそこで強気に大バーンをぶっ放すっていうね、なんで大なんだよっていう、あえて、まあ、あえてのね大クラックなんかは比較的今半角のしづらいのあるよ。あ、ここです。あ、飛び込んでできるジャンプ、ジャックパン決してミスったんじゃないんだよと、あのジャックパンで俺は対空したかったんだと。あーターンチョップ出ましたね、ダック一番のクソ技、大丈夫、タックルではない、あのジャックパンの絶妙な判定で俺は対空したんだと。さすがシンゴさん、逃げジャンプジャックパン、垂直ジャンプジャックパン、危なかった。テリーね、あのあれだよ、ジャンプ C の対空強いよ、上りの。パワーウェイ出したところは大キックが待っていた。テリーもねちょっとあの暗い判定おかしいちゃんだからね、コンボちゃんとやんないとひどいことになるよ。あーコンボ入ってしっかりしゃがみで締めようと思ったの、あーっと飛び込んで、ここは狙ってるぞ、狙ってましたね、今明らかに狙ってましたね。そう、タッチブレイク、やっちゃうの、やっちゃうの、やっちゃうの、あ、ああ、なんか今怪しい下がりが出たね、怪しいのが出たね。まあ、ブレイクね、失敗しても攻め継続だからあんま関係ないんだよね、あれね、特にテリーは。さあやっちゃう、俺やっちゃう、じゃあこれボムさん負けたら俺入るよ。Come on, baby.こんだけ対戦やってるのに誰もアクセルを使ってあげないっていう、ね、三つみさんはリバプールの風になりました八丁さん呪文の表情で、あーグラツー、グラツーがクリアできないと言ってる人の脇でガロスペ対戦っていうね、なかなか90年代前半のゲーセンな感じでいいんじゃないですかね。アキラボーを立つ合体させるんじゃないよ。ワンドゥポー、フラ
だからガンギョンさん大嫌い全員死だからな。R9、そうね、関西勢の人ですね。関西最強です。関西の狩猟って書いてドンって読ませる人です。ドン V シネ待ったなしっていうね。劇場版ミカドとかも V シネなんじゃねえかっていう説が。名古屋ガロー解体ミカドガロスペゼ放送編です。ガロスペ結風録天神死ぬなーっつって、踊れはよさくっつってね、そういう感じででんどん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 って感じでね、いいじゃないでしょうかね。人気ドラマ本当だよ。人気ガロスペやる人気ヘルパーみたいな感じで、残り9秒どうする、危ない、それはまずい俺行く俺行く、ワンドゥーフォー、ワンカモンベイビWhoa!
Yeah!
背中で落とされたの。いや今のね、1ラウンド目の無敵やばかったね。あーと思ってね、10秒のピオリーの回復際にはね、無敵があるのでね、皆さん諦めずに連打すると今みたいなことがありますよ。いいね、今ね、無情にも刺さる弱パン。弱パン結構ね、返しやすいんだよね。ダッシュ2本返しやすい技、返しづらい技ね、結構あるんですけどね、意外と返せるっていう。もう俺の中でバレストで一番のクソ技はダッシュ2本強いなんじゃないか説がつうつと最近ね、俺の中で湧き上がってきてるんですけど、今んとこクソ技ランキング3位ぐらいなんですけどね。キムステージも結構見慣れた感もありますけどね、やはりなかなかどうしてもね、バロスペはキムが多いですからね、そういうこともあると。アントラジューベが、1ラウンド取り返す。飛翔客はクソ技ランキングはベスト3に入ってこないですね。クソ技ランキングはですね、1位が弱半月山です。で2位が氷山英検です。で3位が、ダッシュ日本強いで、4位が強襲飛翔魂ですね、俺の中では。で5位くらいに鳳凰客です。技ランキングなんでね、クソ通常技ランキングやるとビリーがかなり上の方ランクインするんですけどね、ただそのランキングでもかなり上の方に来るキムもなかなかって感じで。あ、ザゴさんが気づいたら死んでいる。ボム行くのか、ボムっちゃうのか、ボムじゅ勝てねえよって。なんでね、勝てねえよ、両替しながら勝てねえけど入らざるを得ない、やばい、ジャンキー。ちょっと名古屋行って頭おかしくなっちゃったのかな、ボムさん。まあ、名古屋行く段階で頭おかしいって説もあるんですけどね。行っちゃいました、ね。まあでも俺もね、ガロスペアリに北海道とか秋田とかね、行ったからね、しょうがないね。まだ沖縄には行ってないですね、沖縄知り合いいないからね。沖縄いないよね、九州だったら。鹿児島にね、銀ハガシさんっていうね、スト3とかでレミを使ってる方がいるんですけど、その人は知り合いなんですけど、北海道行きたいね、またね、手羽先さん、ピノさん、ナナ君と対戦するふりして寿司食って帰るっていう。魚うまかったよね、なんかさ、食い放題の寿司なのに超うまいの、やばいよね、あれね、このイカうめえんだけどみたいな、あれやばいよね。もうそれのスーパーのパックでね、50円とかで売ってそうな感じなのにうまいんだよね、あれやばかった。あ、なんかね、ビアガーデンみたいなところ、あそこいいよね、ジンギスカンと。あそこまた行きたいね。もう6、7年経つんじゃない、どうしたら5年とかで聞かない気がするよ、結構前だよね。いいよね札幌の食い物がやっぱうまいしね。ただまあ、すすきのとかのね、ちゃんと整理されてるからちょっと迷うっていう、そういうあれの話はしないですよ。そういう話はしない。
そういう話すると大変なことになるから、これあれだから帝のアカウントだからちょっといろいろとこうね、そういうこともあるという。 R9 さんも結婚してらっしゃいますからね、過去の話をされていろいろと問題があるという。あれどこ行った R9 さん、見てないね。7区に紹介されて安いとか言ったって話があります。いいのかこんなこと言っちゃってね、本当にいいですね。もうお子さんも生まれたようでね、おめでたいことですね。 R9 さんもね、イケメンですね。7区は知らない。 R9 さんは遊びでしょとか言うの。R9 さんはね、あの行きつけの飲み屋で引っ掛けた女を騙して、そう行きつけの飲み屋で意気投合した女とそのまま結婚しました。あの看護婦です。あーいいなとか言うんじゃないね。えすごいよね。そうですね。前にね、あの大阪に遊びに行った時にみんなして飲んでてね、その後でね、初めて回って話したんですけど、その後とかにね、なんかみんなハンドルネームで呼び合って気持ち悪いねっていう一般的な意見をいただいた。あーなるほどっていう、そりゃそうだよねって俺も言うしかなかったっていう、そういう説もある。そうですね、そういう話があるっていうね。そうアキラはだから大丈夫、赤間も大丈夫。でもなかなかだってあの場に当て身投げに惚れた男さんとか当て身さんさーとか言って、あのあと誰だ、ソラリスさんとかさ、グッピーさんとかさ、R9 さんからしたら R9 さんだった。まさか自分の彼氏が R9 って呼ばれて、えうちの彼氏 R9 だったのっていうなっちゃいますからね。今思わず本名をぶっ放しそうになりましたけどね。本名はふんふんですからね、本当にね。なかなか小林大樹ではないですよ。解説しながらツイッターでやばいことするけど、俺今ツイッターできないよ。ガラケーだからツイッターできないよね。あ、アクセルついに使ってるのね、気づいたら。これは慎吾さんアクセル対トラさん10名ですね。これ結構ね面白いんだよね。まあ、10名有利だとは俺は思うんだけど、結構ね対抗しづらいんだよね、ぶっちゃけね。まあ、アクセルの飛び込みスラでは絶対落ちないし、そうでもねこのライン飛ばし相打ちがやばいんだよね。これがほぼほぼ確定っていうね。そうこれね、今これ狙ってるからね、これね相打ち、ほぼほぼ相打ちになっちゃうで、ピヨッちゃう。そう気絶値がね結構高いんですよ、後ろのその障害物。猫じゃらしかもね、ちょっとアクセル投げづらいからさ、やっぱ、でも爆捨てで漏れても強パンだから、あの場合だと刺さっちゃうっていう感じですね。アクセルってランクどんなもん、下から3、4番目ぐらいじゃねえかな、多分。あれどこ行ってたの、電話。ああなるほど、彼女にこれがこれなもんで、私はこれでガロスやめました、古いっていう。昨日なんか有吉ゼミでなんか見たんで、古いよね。あ見たことある、これでやめましたね。あ、なんかニコニコ終わったぞ。八丁さんは多分ガロ2じゃねえよ、グラ2で温まってんだろ。まあニュースとかねあるからいいですよ。ニコ動の方でねみんなね、コメントしてるっぽい。そうなんかニュースだと登録しないとコメントできないでしょ、多分。まあニコニコもね登録してんだろうけどさ、八丁さんが戻ってきたらニコニコ取ってやりましょうか、もう少しね。お、これはピヨリコンボが入ってしまう。あー猫じゃらし入んなかったけど、もう一回おかわり、減らねえ魂の猫じゃらし入ったけども、最後はダッシュ2本来ましたね。ダッシュ2本いいですね。あの遠距離でも浮いてんだろって技すいますからね。め
含めてのこの草技ランキングが上がっていく。あーダッシュ2本バックステやっても間合いの中なんですよと。ですね、そしてバックステップした時も切り返す技がないって言ってる間に、いやきついですねこういうのがねありますよ。また電話、あ、お疲れです。またあざこさんがお帰りですと。ワンピガを入ってきた。チンシンザンはボムさん、ボムチン、パンピガ、パンピーなのか、パンピートロットとかゲームありましたね。ピートロット作ってた会社の広報かなんかの人がね、昔あのマジックで有名だった松尾さんだった話を聞いてビビりましたよね。ジャッパンでね、あれで今押し出して真ん外に回りましたね。ああいうのができる技がいくつかあると思う。さあさあザロスペ、あージャッパン半角もらって、まずは1ラウンド、ボムチンが選手、パンピーじゃなかったのか、やれるのか、パンピーです。俺もねキャラが強いだけのパンピーは大丈夫、安心して。いいね、しっかりと、あーなんかプルプルっと、あっとなんだ今のは、なんだ今の、死んだか、わしの勝ちじゃ。まだ生きてる、まだ生きてるよ。ボムさんがなんであそこで立ち台キックやったのか、今まで謎が残る。ああ危ねえ、まあね、コンボやりづらいからね、ちょっとね。グッドファイト。10秒相手はね、あの弱パンスカっちゃうからね、ジャンプ D は2発入って、その後親しいとかで大丈夫、親しい、難しい、難しい、そうそう、だジャンプ C、親しい、あその、鏡抜きでもいいし、ぶっちゃけ投げでもいいよ、投げで端っこに放り投げて、その嫌い方モードに入った方がいい、それで全然いいよ。この飛び道具モードが非常に強力。さあどうする、端っこに追い詰めて狙ってるぞ、なんか狙ってるぞ、どうする、調査作るのか、いやなかなか来ないぞ、うまい、ちゃんとため作ってんだよと。ああここ今ちょっと惜しかった、出ていれば。さあここ踏んで、まだ大丈夫、まだ大丈夫、起き上がり、ここで2回目の削りを拒否って、台足に台足置いてた、いけるぞ、関西のドンが沈んでしまうのか、なんだよ関西のドンって。俺に言うなよ状態、言った人がいるからしょうがないですね、知らねえって。つながってはいなかった、あ、八丁さんだ、そうそう、実は終わってたらしい、はい、ああ、いや、なんかグラツーでもやってんのかなと思って、5分くらいかな、多分すみませんね、事務所にいた、ああ、なるほど、これ生放送って予約しておけばなんか何時間とかできるかもしれないですか、これこのニコニコって、この間名古屋のやつで配信が結構2時間くらいぶっ通しでやってたんですよ、予約とかやって、まあそうですね、決まっこの時間に始めるってやらないといけないんで、30分区切りでもね全然いいと思うんで、しかし、はい、ありがとうございます。
もうこの抹茶ランドグシャもう2つ3つ食った気がする。まあね、ハチョさんとか食べれないからね。どこで始める、やばい、ライン使え、ライン、あ、大パン、あ、パンピーだった。日本一 R9 マイ勝利な。ハチョさんやんの、ついに来たか。このゲーセンの流儀を教えてやると、ハチョさんが。キムか、赤いのか、違った、ギースだった。来たよ。じゃあ中段当てみ決められたら勝ちってこと。出さない、確かに。ダイヤシとリュウムだけでいいんじゃないか説がある。さあこの打ち合い、ね、この要所要所でね、弱リュウムでこの総裁して時間をね稼ぐ、これだと早いですからね、それが重要。ああ、かわせるときあるよ。ただ、前詰められちゃうと、結局、終わり際に食らっちゃうとき多い。おっと、熱い。あれ、枯れないんだね。さあ、ここ。おっと、さらにくらいだった。出しましたね。レイジングストームは出てたんじゃないか説ね。バック制してもその後に大レーム待ってるから結構きつい。まあ無敵技出せるならいいんだけどね、その大レームをかわせる無敵技チームは無理だと思うな。まあガードしちゃった方がいい。で弱レームの終わり際のガードさせた後って前側の方が有利だから、弱攻撃も。ハチョさん、あの当て身取れないんです、レーム、あの炎部分は当て身取れない。今ちょっとボムさんと世間話をしてたら、リュウエンブで燃やされ続けていたという。手の部分は取れます、クソゲーです。ちょっと関西勢がね、ちょっとクソゲーを広めに来たという。これおかしいよね、この隆起、明らかになんかプレイの一環だからね。これ縛られなければ生き残れないって感じになっちゃってる、仮面ライダー隆起、俺ジャーナル SM 版みたいな感じで、津田幹事の編集長みたいなね。やっぱこうね、最近流行りの、あー出た、タイムベントとかでね、こう時間止めて、よく見るあのエロ本の広告みたいな感じで時間を止めてやりたい放題みたいな感じでやられちゃいますからね、ミラーワールドであんなことやこんなことが。仮面ライダーナイト、ああ喋ってんのは俺ですよ、アキラカッコガロボーですよ。まあこの差し合い、おっとジャークパンからの燃やしてきた、どうするか、ぶっと飛んでしまった、しかしが待っていた。アキラさんやんない、さっきやったよ、結構勝ったり負けたりしてますよ。さあワンピンがトラさんが入りました。じゃあトラさんがこれでもし負けたら入ります。はい、ランドグシャ、あ、それ俺か、戦って。なんか狙ってたね、今怪しいのが投げで入りましたよ。グラッツ、あ、枠これで終わりますか。じゃあ時間がね、もう11時ですもんね。うわー、裏から来たねーぞ、来たねーぞ、来たねーちゃん。そうね、ベア側がリバーサルでね、ベアボンバー出せばいいだけの話だからね、難しいね。もう勝てるんじゃないの。まあでも難しいところだね今ね。流炎部ってガード不能なんですか。違います。それはやばいっす、それはやばい、違います。あのね、あの炎部分をどうにかしようとしたりとかねして、まあ、判定がすごい強いんでね、結構ガード安定だったり手を出してくらったりとかしてる感じですね。
あの手を上に振り上げてる部分は無敵です。あ、俺入る俺入る。Ah!
Hey, come on, come on. Round one. Fight. Come on, wait. Ah!
ビリ弱えな。いやーマジピヨってはいないと思ったんだよね。一番信用する禁止暴れしたら弱足が刺さって死ぬっていう。ダッシュはないよついね、ちょっとねダッシュとか弱ジャンプとかないですね。さあ、キムが赤いぞ。ダッシュも赤くなって、ここで踏まれる。あと一発、あと一発当てればダックはいいんです。ジャークキック、なんかね、ちょっと動いてたから多分なんかブレイクスパイラル入れといて漏れた弱足みたいな、硬脚離してたら吸われたのかなみたいな感じでしょうかね。さあこの差し合い、パンチョップがね、硬直が全然ないので、これをうまいこと使われると非常に強力ですね。ここで出てしまった、ここで出てしまった、2回死んだか。あー出たね、キム名物斜めまで持ってって、現山とダック名物キャンセル意識失敗、出ましたね。ダンシムダイブ出ない病、ちょっとがね、めんどくさいんだよね、どういう風にするかね。まあ、キムは下で振って大丈夫なんですけど行っちゃったよ、まあ、キム、あー死んだか、まさか最強キャラのキムがこんなとこで死んでしまうのか。ジャックパン、おいあれ、アルナイさん、あれ、死んじゃう、あー死んだか、死んだか、これ、めくったけどいけんのか、はい、はい、いやいいゲームですね。近距離 A から近距離 C は繋がんないよ、アルナインさん。しゃがみにしてたのにおとなしく弱パン刻んでりゃよかったね、みたいな。いや残念ですね。親しいのね、頭でドカッてやるやつだったら繋がるんですよね。さあ、ベアで入ってきたのはトロさん。ああもっと引きつけないと、ボンバー危ない危ない、ああボンバーそこは吸われちゃう、ああ溜まってるよもうやりそうだったから先にほぼ同時に飛ぶっていう難しいよねあれはね、無理無理。あそこコメントとかも出てるのか、はいはいはい、ネット前なんて大したレベルなんだこれ。さてさて、なんだこのアキラが入ると乱入待ち勢が温まる、どういうことやねん。
大丈夫ね。あれ、あそこニコニコちょっと遅れてるのか。こっちで見なきゃダメだね。お、ベア勝ってる。お、そろそろ帰り。お疲れ様でした。またね。ゴムさん、シンゴさんがラブラブで帰っちゃいましたよ。さあ残ってるのは頭さん、俺、トラさん、トラさんも もうすぐ帰りそうかな。トラさん、アルナイさんと。そうですね、砲撃はまあ投げられ判定は普通にあるんで投げられるんですけど、あの技バカなんで、あの投げられるなんていうの、その間合いっていうの、本人の判定よりも前に攻撃判定が出てるんで、下手な投げ技は投げの間合いに入られる前に打撃食らうんですね、砲撃はバカだからで、まあじゃあ通常技コスト効果とかと思っても、あの技下段は食らい判定ないんですね、バカだからという、こう二大バカ要素を兼ね備えているんでね、まあ、もっといっぱいあるんだけどね、出が速いとか威力が高いとかいろいろあるんですけど、ね、ガードしても反撃ないとか、まあ、その他もろもろで、まあクソなんじゃないかなという感じです。赤間だっけ、あ、もう取り込まれ放題。このサチ仕込みのね、ボンバー仕込み、サチ仕込み、ボンバー仕込みっていう、もう何を仕込んでるのかさっぱりわからない二段熟成仕込みがね、決まっているんですけどね、熟成仕込みが波動から寝かせました。シングルモルト山崎、山崎出身、あーなるほどね、出身地がそうだよね、トラさん京都だもん、あああ、そういえばこのゲームこういうゲームだったな、ジャックパンだけで死んじゃうゲームだった、クソゲーでした。いやー久々に見てすっかりね忘れていましたね、そういえば血も涙もないジャックパン、カモンベイビーいいですね、このね、たまにはいい、カモンベイビー、あー来ました、ダック対決、黄色い方が赤間さんで、赤い方、この大々色っぽい方がアルナイさんですよ。どうした、ああボタンがね、ちょっとね、関西勢の罠が、あのこの名称のね、ボックス配置と栄養値配置、あのどう、なんかね、関東関西で違いますけど、いつ頃からなんでしょうね、なんかね、こういうのね。おっとめくりが入ったが、ここはリバーサー仕込んでた、まあ入れておくよね、あれはね、しょうがない、歩いた瞬間に座れちゃうよ、あれ硬直中に入れといて、まああの前が前の中に入って硬直が解けたらリバーサーで出ると、まあ若干ね先行入力効くんでね、このゲーム、こんな感じでした今のはやってないよとかやったんですあーなんか怪しい、ジャックパンはつながったか、特になし、まあね、あの怪しいギリギリの間合いだとね、男子部隊で特に強で出すとね、ガードされちゃうときがあるあーピヨって、ここはどうすんの、ピーッとがフィニッシュが入ってあれ何勝利、どうぞどうぞ、やることね、どうキャラやっちゅう、お、
はいはい、そんな感じ。おお、なんか戻ってきたら燃やされちゃうぞ。赤いベアもトラさんですね。トラベア対 R9 ダックいいですね。この十何年か前の老害勢にはこう涙もののカードです。あー、でもピヨってないんです。なぜならベアだから。あんなビリだから2回ピヨってるけど、2回ってなんだよっていう。あー、ボンバー攪拌か。さあここ赤くなったな、前の外に。おーっと、ここで狙ったんですよね。おお、ここでなんかどこからキャン気味で入りましたね。あーと吸おうと思ったけどレディーでつかされて、さあここジャックパン相打ちでダックが取り返す。むちゃくちゃ仕込んでるよね、アルナイさん。音がもうやばい。ガッツガッツ。そのダック使いもやることないから暇つぶしにブレイクスプレーのコマンド入れますからね。その辺ベアも一緒なんですけどね。まあ27分ああ、おお、めくった。安定でどうにか妙手入れてって裏からめくってゲーなんだった。今日パキ、あ、それはちょっとやっぱ入んなかった。おしゃれコンボが入らなくて起き上がる。おお、燃やされた。出た。さあ帝に戻ってきた TKO さんが、お、関西勢の強い方がいるんだ、じゃあ乱入しようと思ったところに負けるという。無情にも勝ったのはトラさん。これなんかお土産もらったんですかね、これ。抹茶ランドグシャ。石本さん、なるほど、どなたか存じ上げませんが、はい、いただきました、お土産。抹茶ランドグシャってのがそもそも何だろう。ラングドシャ、ラングドシャ、白い恋人です。なるほど、そうですね、時間的にはニコニコこれで終わりなのかな。すごい、平日にもう70回も対戦してるんだけど、向こうの台でもやってましたからね、なかなかすごいですね。100回ぐらい多分やってますから。なんか漏れたジャンプの仕掛かりを吸う。一緒にダック体伸びたね、ニャッツ、ちょっと成長してたね今ね。あーと飛び込みが入って繋がってはいなかったが蹴られてしまって、打ち攻め。あっと、ここは台だったバックステップとかは知れず、この下にカラキャン避けっていうね、何するどうやってやるのっていう。あ、ニコニコはさようならでした。20秒、お疲れ様でした。あ、行ってる間にトラさんもお疲れ様でした。そして即入るのが TKO さん。さあ R9 ダックに挑むのは、あれ入ってなくない、お金飲まれた。入った入った。あ、なんか肉で入った。さあ、TKO さんはビリーでしょうかね。TKO ビリー。ハンター最強の名を欲しいままにしている TKO さん。ガードスペではビリーか。ソキャラですね、どっちもね。俺が言うなって。あ、その片目、厳しい。それはダック側がどっかで諦めて情けをかけてくれないと一生弱ピックで食らいます。身も蓋もねえっていう。さあ
あれはターンチョップのところを、あの今横地のチョップのところをあの下 B か D で割ったりする必要があります。さあこのままこれで座れるぞ。ああ座れた。じゃあピックから普通に座れてしまった。あの近距離タッチ B はあの固めブレイクスパイラルの合図っていうのが20年前からあります。あそこでバックステするしかないです。スッあれですね、隙を見て前の方にだーっと前に出つつ立ち A 下 C で牽制していく感じですね。飛び込みを通してしまうとちょっと皆さん、その後発汗が待っている。飛び込み回空固めて、この固めが非常に厄介。そうですね、これで赤くなってここ今のいやらしい前ですね。あれしゃがみガードだと食らっちゃうんですね。立ってすかさないといけないんですけど、なかなか難しい。いやらしい前でニードルを出していきますね。ああここここに来るよ。ジャンプしてるんだけど、さあここで間合いを離す。体力リードはギリ、あとは相打ち1回決めればいいんだけど、どうする。あータッチブレイク狙ったが入らず。安定の下ミスカシから吸って R9 勝利。もうワンコインありますよ。まさかの始まる前から連呼していた TKO。 人類最速の連呼をかましていく TKO。 さあ2コイン目使うのは当然ビリカーン。人類最速の連呼いいな。さあこれですね、さっきの一戦でこのキャラがなんとなく面倒くさいのは分かったでしょう。この固めどうすんだよ。そうです、あなたが今いつもやっているあのサスカッチの固めでみんなが思ったことです。どうすんのこれ。中断がないだけマシかもしれない。あー死んだか、死ななかった。ちょっと優しさが見えた。バックステイバレなかったぞ。立ち絵を狩るブレクソも熱い。久しい反角で、さあ赤ゲージだがほとんど体力差はないぞ。残り27秒どうする。あーコンボが入ったか。ここですこれで寄ってしまう。遠距離立ち切りのウィンドミル。あの D もね結構ねあの置いとくと強いんですよね。まあ、当てた後ね、当てかった、ガーキャンしたい、ないです。ガーキャン召喚したいね。ガーキャンブレイクスパイラルとか熱くない？相当クソなんだけど。若干割っていく。三節コン中段打ちを出すと、甘えてんじゃないって感じで下パンで割ってくる。いや、甘えてねえだろ、別にみたいな。割る方がどうかしてるんだよみたいな。そんな感じですけどね。いやここはちょっと割れない。ここですね、一歩踏み込まないといけないんですね。そこが難しい。あっとこれはピヨってしまったのか。ピヨって後ろからまだ来てる。さあ超火炎いけなかった。ビートラッシュ決まって勝利。さあ続いて帰る。結局飲めずにごめんね。はい、赤間さん帰りました。ホタルの光鳴り出しました。11時半。さあ入っていくのは山古風城来ましたね。ダック名勝負数え歌。名勝負とは一体何だったのかっていうね。ダックの辛い組み合わせどうする。ここですね、このハリケーンをこれ抜けなきゃいけない。その周り打っちゃいけないんです。おいライン使うのかよ、文句を言うって。ラインどんどん使ってください。よさから死んでください。これ別に金口じゃないですからね。予測本人も言いますからね別に。さあハリケーン打ってスライディングの完全対抗するだけの簡単なお仕事なんですが、不用意な間合いで打ってしまうとあの膝が差し込まれてそこから落ち攻め食らってしまうと。このスライディングをめり込むとねコンボ食らってまた落ち攻めまでワンセットもらっちゃいますからね。なかなか通常技とかのフル技、いやそのタイミングをうまいことやらないと。おーっとここバックステを投げていく。安定行動を借りに来ましたね。まあいずれにせよ若干こう
入れ込みの行動にはなるなあっと、ここはバックステイ、ハリケーンを読んでいたか。さてさて、どうする、俺やっちゃう。ああ、 TKO さん行きましたね。さあ TKO が3コイン目。明日来ないでしょ、だってねえ、難しいよね。飲みが終わったらか。なるほどね、宿はババなの。東新宿か。ああ、そうなんだ。じゃあ GRI の仲本寄ってから帰るか。さあ弱足固め、これが非常にきついぞ。じゃあここで割れます。栄養ばらまくと帰るしかないんです、ダッシュは。さあ、なんか長々固めていた気もするが、気づいたらこの体力さ、ね、固めてるだけだとね、どうしても体力奪えないですからね、難しいところ。さあ、わっと、ここは大のサーデスコン、危なかったか。オービーコーミー、さあ、ここ赤くなってから、この赤くなった後ビリーは投げられやすいからきついぞこの固め。さあ、ここ、あっと、ミスったのか。ガードしていたから、入っていたら、入力が成立してたら今吸えたんですけどね。さあ PK を取っていくぞ。もうブレイクスパイルの出ないダックなんて怖くないですからね。いいですね、あの甘えたローリングアタック、いいですね。俺にもどんどん出してください、そういう。あいつ爽やかに話しやがったなと思ったら、今一心してなくても今ちょっとね、やばいなと思って。あー、裏切りのスカッシュジャンプ投げ、あんなんもうゲーセンによってはもう大パンですよ、ね、禁止ってね、スカッシュ投げ禁止のゲーセンがあるって聞いたことありますから、ね、おー、それ禁止だよって言われたことありますから、ね、え、何それって、ね、機密の方のね、友達でしたけど、やっぱ千葉の下の方はちょっと大変だっていうね。ここで起き上がり超過炎、どうする、ここはつっていった。ブレイクスパイラル、カラジャンプからさすがに出せるアピール。さあ最終ラウンドどうなる、ラッキーが5連勝決めるのか。さあ飛び込んで固めて、あんだけ前離れますからね、なかなかすごいですよ。もうおそらく連続ガードじゃない気もするんですけど、だからといって割れる技ってなかなかないんですよね、相打ちにはなっちゃいますね。さあ気づいたら一方的に体力が赤くなっているビリー、紹介が使えるとわからないぞ。あっと、ここは遠距離 D、 紹介のところに置いてあった。じゃあ俺が、カモンベレWhoa!
Come on!
Hey!
カモンベイビー。Get the big finish!